今日はアメリカ人の大人がよく使う使う英語表現を一緒に読んでいきたいと思います。ここから日本語も英語も一緒に読みます。声に出してください。1, 2, 3仕事に行く Go to work 会議に参加する Attend a meeting 電話会議をする Have a conference call プレゼンテーションをする Give a presentation メールを送る Send an email 書類を提出する submit documents 上司に報告する report to the boss 同僚と協力する collaborate with colleagues 出張に行く go on a business trip 休暇を取る take a vacation 昇進する get promoted 転職する change jobs 退職する retire 休憩を取る take a break. 昼食をとる。have lunch. 仕事を終える。finish work. 会議をスケジュールする。schedule our meeting. 目標を設定する。set goals. 締め切りを守る。meet the deadline. プロジェクトを管理する。manage a project. 契約を結ぶ。sign a contract. 顧客と打ち合わせする。 Meet with clients. 予算を計画する Plan the budget. 計画そうだね。報告書を作成する。prepare pre a report. チームを指導する。リ e a t e a m ごめん。リーダ team、問題を解決する。solve problems. 企画を立てる。develop a plan。資料を整理する。 organize documents. プレゼンの資料を作る .create presentation materials. 社内研修に参加する .attend in-house training. 会議の議事録を取る .take meeting minutes. 新しいソフトウェアを導入する。implement new software. 契約を更新する。renew a contract. 後輩を指導する。 メンター・ジュニアズ。業績を評価する。Evaluate Performance。会議をキャンセルする。Cancellor Meeting。仕事の進捗を確認する。Check Work Progress。パートナーシップを築く。Build Partnerships。資金を調達する。r a i s e Funds。リスクを管理する。Manage Risks。業務をアウトソーシングする。Outsource Tasks。 契約を解除する。Terminate a contract. 取引をまとめる。Close a deal. 顧客満足度を向上させる。Improve customer s a t i s f a c t i o n マーケティング戦略を立てる。Develop marketing strategies. 予算を調整する。Adjust the b u d g e t タスクを割り当てる。Assign t a s k s データを分析する。Analyze data. 会議の結果を共有する。Share meeting outcomes. 会社の方針を理解する。Understand company policies. さっきちょっと気になったんですけど、アウトソース。あんまり使ったことがない言葉なんで、これアウトソースか。アウトソースか。どっちか。ちょっとね、調べさせてくださいね。あれちょっと待って。もしかしたらここで調べられるかな えっと、定義を調べる。えー、あ、前ですね。これ、こんな風になって、見えるかなこんな風になってるときに、これ、ソーって読むんだっていう上のこの山みたいなやつね。こっちの、ここに小さなのがあるでしょこれはこの次のこの調べる、音節を強く読むっていう意味なんです。でこれは日本語のあ、日本人が勉強している、えー、発音記号ではないので、これ、なんていう、 タグイの発音機なんかわかんないけど、よくこの、えー、っとネイティブが見るやつの下に書いてるやつですよね。<laughs> ここは調べがこう切れてるって意味なんですけど、これアウトソースですね。verb, outsourcing.